ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。いやー、以前出した大阪弁の動画が好評で、私もずっと大阪弁の動画やりたいと思ってたんですよ。というわけで1年越しですが、この企画行ってみましょう。ココロの大阪弁ドリル、わーい。引き出しの中にいつからあるかわからないお菓子あるよね。えずく。意味は気持ち悪くて吐き気がする感じやな。これは関西以外でも結構使う方いるんじゃない？あー、車用意してえずくわーみたいな。というわけでえずくの使用例を見てみましょう。あー、昨日飲みすぎてめっちゃえずくわ。なあなあなあ、薬局で食べすぎ飲みすぎ、胸焼けや夜遅い食事で胃がもたれるなどの不快な症状に効く胃腸薬パンシロン買ってきて。あー、えずくわ。えぐい。えぐいって関西ではすごいとかやばいみたいな使われ方するんよ。宿題の量えぐいなーとか、坂道えぐいなーとか。じゃあね、えぐいの使用例を見てみましょう。うわ、今日の紫外線えぐない？うわ、最悪やー。あ、あれ塗るの忘れてた。ラベンダーカラーで透き通るような色白素肌続く UV カットエッセンス、スキンアクアトーンアップ UV エッセンス塗るの忘れてた。めっちゃ焼けてまうやんなー。帰りしな。これは帰り道、帰る途中みたいな意味やな。なんか響き可愛いない？帰りしなって言われたらついつい頼み事聞いちゃうくない？それでは帰りしなの使用例を見てみましょう。あ、もしもし、おと？帰りしなにスキンケアの原点、保湿のためにヒアルロン酸をしっかり配合してるロート製薬のスキンケアブランド、肌ラボ極中の詰め替えパック買うといてや。よろしくな。ダッシュやで、帰りしなダッシュしてや。眠る。箸とかお団子の棒とかを最後にペロッと舐めることを眠るって言うんよ。お行儀悪いとは分かってるんやけど、ついやりたくなっちゃうんよね。それでは眠るの使用例を見てみましょう。なあなあなあ、ちょっと君、アイスの棒眠ったらあかんで。ロートが経営するパレタスのアイスキャンディーがいくら美味しいからって眠ったらあかん。旬な時期に収穫された新鮮なフルーツや野菜を果汁やジェラート、ヨーグルトなどに閉じ込めたフローズンフルーツバーパレタスの棒を眠ったらあかん。どうやった？大阪弁の使い方分かってもらえた？え？大阪弁と関係ない情報が盛り込まれてて集中できひんかったって？まあそれはしょうがないよな。だって私公式やもん。えずく。ちょっと恥ずかしい。なあなあ、薬局で食べ過ぎ飲み過ぎ胸焼けや、しょ、あーよ。なあなあなあ、薬局で食べ過ぎ飲み過ぎ胸、あー旬な時期に収穫された新鮮なフルーツや野菜を果汁やジェラート、ヨーグルトなどに閉じ込めたフローズンフルーツバーご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。